年齢や実績など様々な要素によって算出される市場価値は、その時期の活躍によって大きく左右されることもある。24分の23シーズンも終盤に差し掛かった現在、その市場価値を大きく下げてしまった日本人選手は誰なのか。データサイト、トランスファーマークと、が算出した市場価値下落額ランキングを紹介する。市場価値や成績等の情報は3月13日時点の、トランスファーマークと、お参照。 2023年7月1日と現在の市場価格を比較。下落額が並んだ場合の順位はサイトに準拠。11位、原口元気、シュトットガルト、ドイツ。青年月日、1991年5月9日。市場価値の変動、100万ユーロ、約1.4億円。70万ユーロ、約9800万円。 市場価値の減少額30万ユーロ約4200万円 30.0%22-23 リーグ戦成績1試合0ゴール0アシスト高温にもランキングトップ10入りを免れたのは元日本代表 MF 原口元気だ現在32歳の原口は昨年1月にフリーでシュトットガルトへ移籍した当初はレギュラーとして出場機会を得ていたものの監督交代の煽りを受けて序列が大幅に低下 今季のリーグ戦は1試合の途中出場に留まっている。今季ボランチのファーストチョイスである MF アタカンからゾルと MF アンゲロスティラーのコンビの連携度が抜群であることに加えて、クラブは本当にブライトン、イングランドからドイツ代表 MF マフムドダフードをレンタル遺跡で獲得しており、原口が定位置を得るために乗り越えなければならない壁は非常に高い。 このまま状況が好転しなければ、現行契約を延長せず今夏に新天地を探すシナリオが実現する可能性が高いだろう。市場価値が大きく下落した要因には、出場機会が激減したことと、32歳とベテラン選手の域に入ったことが考えられる。現在の市場価値は70万ユーロ、約9800万円となっているが、今後数ヶ月の間にさらに減少しても不思議ではないだろう。